で追いついてない時代に、時代ちょっと時代遅れてるから、ちょっと待って。チリパチリパチリパ入れたかな、入れれてないけど。川悟さん、みつるさん、ひでたさん結婚してありがとう、くたるさん、おこのかぼちゃかありがとう、しあいさんお化けありがとう、ツイートしたツイート。じゃあ画質いい画角はなんだっけ、あれが終わったら画質いい画角にするので、そこまで耐えてください。チリパ終わるまで画質悪いけど、画質良くするから待っててください。いっぱいありがとう、ちーくん、しおりんさん、神あつさん、あやせるもんさん、ジャックさん。あ、画質いいんですか。そうなんだ、私だけなんだ画質悪いのむしろ私の方が悪くてちょっとあれなんですけど、キュンです。おじさんありがとう。あれ、これか。ちょっと暗め。これじゃない？これじゃない？これですね。アスパラさんありがとう。タニタニさんありがとう。どこから配信してる？ベッドの上。これが加湿器。クワスがそこにいる。加湿器の上に置いてる。そう。一番ベスポジです、これが。あ、待って、ツイートした。始まっちゃう、始まっちゃう。ちゃんとイヤホンで聞きますね。皆さんもチリパ一緒に聞きましょう。一緒に聞きましょう。あ、これツイートできない。悲しい。配信で。ニコになっちゃった。あみだくじはイベントポイント外です。何あみだくじって。またあみだくじあるの。ファンの人があれするやつか。ハートエンブレル公式限定。何それ、何それ。あ、バッグの話かな。違う。やばい、チリパ始まってるんじゃない。危な。今日どれ？え、わかんないわかんないわかんない。これだよね。開始時間までお待ちください。開始時間だよね。え、今日じゃない？あれ？え、始まった？どこ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 ？どこ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 ？今日の前髪いい？薄くした。始まった。誰、私開けないんだけど、聞けないんだけど、どうやって聞くのこれ。なんでなんでなんで。あ、始まった。11時です。あ、私遅れてるみたい始まった。私も波の音が聞こえる。チリメンパーティー、私のラグこれです。ラジコはタイムラグがあります。あ、そうなんだ、ありがとう。見てください、イヤリングつけました。大人っぽい、ありがとう。つけてます。あ、今日は博多に行ってきました今日福岡で遊んできました、友達と。チリパー、うん、チリ、メール送れなくてごめんなさい。占いも行ったんですよ。その話は明日します。あんなー、はっきり喋れよリアージュしてきました。博多で食べたものはメールで送りますね。ドグラスさんありがとう。ミサラさんありがとう。そうなんですよ、お相手はももちゃんです。こんちり、ツイッターもありがとう。メール送れんかったって、ツイッターありがとうございます。ツイッターも見てます。
ツイッターぜひチリパよろしくお願いします。桃が好き、博多いいよ。何度目の安否2回目よ言うて、卒業してから。トゥル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 、スイッチはね持ってってないな、カバンに入らなくて。はーい、もーちゃん、初めてです、ももちゃんと。バスギアさんありがとう、嬉しいギフト。ハロウィンのキャンペーン達成したい、お願いします。最後のキャンペーンになるので達成したい。これなんか旅行券かなんか足りない？結構盛大にねお祝いしてくださったんですよね。お、あのありがとうみたいな感じで、ウルグイ佐竹さんとかを見送ってくださったんですけど、またチリパがあったっていう嬉しいですね。ニビさん、アイスレモンさんありがとう。うん、嬉しい。いやマジでアンピーだけの回でしたよ皆さん。これはもうアンピー好きな人はめっちゃいいです。50万ポイント達成、テーマパークか達成したい、おかわりゲットです。うんうんうん、そうですね、メンバーにはほんまに卒業を考えてるっていうのはガチで話してたのはココアさん。でもココアさんに卒業決まった時とかは言ってないですね、言ってなくて。卒業が決まった時に言ったのはサラピとミホちゃんと、わあありがとう、ゆきりかですね。はるかんさんありがとう。これか、これこれがあれか、さっきのボンか、ボンありがとう、お願いします、お楽しみください。ツイッター同じ人しかあげないじゃん。初めてのももちゃんアンピコンビ楽しみ、ありがとう。ももちゃんのファンの方嬉しい、そう言ってもらえて。バスギアさんお化けありがとう。なともさんありがとう。あ、早い、リプ、リプがちょっと早い、リプの人の方が早く進んでて、私遅れてるからさ、私遅れてるからちょっと先に来ちゃった。なんか音してますか？なんかね、タブレットね、なんか音声が悪いか、あとね、加湿器の上に置いてるから、加湿器消した方がいいですか？あんまり消したくないけど消しますね。どうですか、音消えました？もうこれで消えなかったらしょうがないので我慢してください。こちゃんと大好き焼き、嬉しい。ももちゃんがねそう言ってくれて、そう、二人遅刻しながら方言でやりたいねってなったんだけど、そう、最初は佐竹さんやっぱ面白いねみたいな方言で言おうってしてたんですけど、なんか恥ずかしくなって変えましたほぼ変わってないかも。何がですか？あ、音？じゃあつけよう。まあ、いっか、つけなくてもいいか。いや、やっぱつけよう、音変わんないな。
安否が許してから好きはつけた方がいい。ありがとう。かすきさんありがとう。さまきさん結婚してありがとうございます。今日の雰囲気好き。なんだろう、何系って言うんですかこれ。これ何系って言うんですかね。こじゃんと大好き焼きありがとう。そう、ふさわしい私会を作ってくださって。そう、何時に起きたんですか。ん、何時に起きた。8時です。かなめさんありがとう。美形ありがとう。方言ゆきってツイートいっぱいありがとう。カニマリネサラダを3回。カニマリネサラダさん。カニマリネサラダ。言えますね。顔面コーチ、やったー。爪切りました。謎報告。マッツンありがとう。ナドンさんありがとう、バケ。ステッカープレゼントです。皆さんの元に行けるように頑張ってきました。ぜひ結果をお聞きください。和之さんありがとう。今日は何時寝た、何時寝たでしょう。当たってる人いなかったよ。4時寝ました。4時に寝ようって思ったので、4時15分ぐらいかも寝たのは。やばいですよね最近、狂ってる。狂ったな。トーブさんありがとう。そう、4時寝たと予想って書いてくれてる人いた。すごっ。でも今日8時起きたからさすが寝れる気がする。朝の4時だいぶ朝やんね。おはようグルト、まさかのおはようグルトポスト、どういうこと。ハトちゃん何送ったの気になるけど、何送ったっけ。すもももももも、うん、なんかこっちつけてると聞いてないかあるから、こっちつけとこ。移動時間は寝てないですよ。1時間なんで博多まで。高圭さんありがとう、いっぱいありがとうございます。うん、ありがとう。トリックアトリート、高圭さんかぼちゃありがとうございます。秋似合う、嬉しい。秋生まれだし、そう言ってもらえて嬉しい。え、普通にね、今日チェキ取ったから見せるねってショールームで言われたよって言っただけ。ミスターさん、ありがとうございます。高圭さんありがとう。博多の町はね、友達が山口の子なんだけど、そう、博多結構行くらしくて、いつも言ってくれた。いろいろやってくれた。なんか呼ばれたんで、チリパで読みました。今日の雰囲気ありがとう。みほりんじゃないです。普通に中学校中1だけクラスが一緒だった友達。やばくない？中1だけクラスと同じで今も仲いいって、やばいよね。なんか占い行った時に、え、どういう友達ですかってって言われて、中1がクラス一緒で高校は違って大学も違うんですけどって言ったら、今も仲いいのいいねって言ってくれて、確かにと思って。中1だけ同じクラスよ。あ、そう、島根県の水族館行った子。やばいよね。ディズニーの約束した、行く、絶対ディズニー行きたい。占いじゃないわ、気が合うって言われた。これさ、こうチリパ聞いてる人に言いたいんだけどさ、これチリパ聞いてる人は分かると思うけどさ、これさ、
ラジオだったら何言ってるか分かんないね。なんかさ、この時は文字を見て言ってるからさ、別に言えてる感あるけどさ、他人から聞いたらさ、何一つ聞き取れんくない？ミスターさんごめんね。アップ、でもね、これちゃんと私あいうえおとかちゃんと書いて口の形を確認したんですけどね。うかっぴさんありがとう、なおともさんありがとう、明日のズーム、あーよろしくね、ありがとうございます。まるさんありがとう、こんちりマンボ、マン、モンブランさんありがとう。そう、ももちゃんがね、すごいいいよ、普通にアナウンサーのように言える、すごいかっこいい。いや、これやばい、これ難しい、なんだっけ、シチュー、シチュー、シチューしつつ、視聴し、視聴、うん、なんだっけ、なんとか中、なんだっけ、ちょっと文字を送ってほしい、誰か。四国くんありがとう。あ、試食し、視聴中、シチューし、シチュー、し、し、シチュー、シチュー、シチュー、ん？シチュー、シチュー、シチュー、これ難しいんですよ。普通に言えないんですよ。シチュー、シチュー、シチュー、試食し、視聴中ですね。ラジコ聞き始めた、ありがとう。今もあれ多い。これちょっと自分で聞きたくないんですけど、ちょっと自分の声で書き消したい。ちょっと車髪倒してるって書かれてる。そういう面白いって言ってくださったのが嬉しいですね。これから早口こ違う、これから自分の自己 PR する場面があったら早口言葉やりたいなって思います。諦めない心は大事ですね。スティさんありがとう、よしこくんありがとう。私占いでさ受けたんですけど、占いめっちゃ話変わる、やっぱやめよう、後で話す。隣に換気扇ある、今ね加湿器の上に置いてます。でもね、それ関係ないらしい、だからちょっともう無視してください。それが嫌なら配信閉じてほしいです、すいません、変えれなくて。分けて読んでもむずいよね、一つの言葉がまずむずいわ。シチューをしつしつ、作業をめね、そうなん、作業苦手なんかな私。シチューしつしつ、試食し、視聴中、残念が続く。まるさんごめんね、シール。ソルメイトさんありがとう、さくらパンダさんありがとう。可愛いって言われたら嬉しいですね。明らかに言えてない。それはそう、それはそうなんですよ。一人部屋、あ、私幕張ないです、お話し会私ないです、すいません。可愛いももちゃん、でもめっちゃ惜しかったくない？ももちゃん結構割とさ、なんかさ、何を言ってるか分かるくない？惜しいです。ももちゃん早口言葉伝授したらさ強くなりそうじゃないですか。作業むずいんですよ。シチュー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 シ死守が言えないかも、死守、死中、死守しつつ、死守つつ、死守しつつ、むずい、死守しつつ、さしすせそは言えるのにね、さささささがむずいんじゃない？さささささささ、さささがもっと上手に言えたら言えるようになるんじゃない？ししししし、こうなんか続けられると同じ文字を、それがむずい、さささささささ、ししししししし、すすすすす、せせせせせせせ、そう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 。バービーブペポ、あさって全通寺には来るの？ちょっとこれいけないですね。明日お仕事があって、しあさってがね公演なんで、ちょっとそうね行きたいんですけどね、バスケ、うん、行きたかった全通寺、2回無料なんで、ぜひファイバーローズさん。
ありがとう。いい、これはね頭の中で発想しながらできたから、そうできました。アンピパープルペンキ、アンピパープルのペンキでペイント、パープルとピンクだっけ、なんだっけ忘れちゃった。全然高松から遠い、でも電車に乗れば全然全然行けます、行けます。うん、確かに成功したらいけますね。うん、ラッパめちゃめちゃ自信あったくさ。いいじゃん、自信あったんやけん。有終の美を飾った、まだないよ、まだ終わってないよ。赤ゆきりか青ゆきりか黄ゆきりか、これさ想像するよね。だって頭の中で想像しながら早口言葉って言うんですよ私。だからちょっとそこでちょっと笑みが出ちゃう。原稿には×書いてたんですけど、なんか言える、なんかいける気がしてきて、その時新幹線乗ればすぐだし一本だから楽だよね、確かにその点。キキユリか、キキユキリ、キキリ、アオリユキリ、ユリか、やばい、ユリカっていう知らない人出てきた。最後の忖度はこれはひどいって書かれてる。私にキユキリカが一番むずいんですよ。キユリカ、キユキリカ、キユキリカ、キが挟まってるから、キユキリカ。ゆりかちゃん誰それな、ちょっと知らない人出てきちゃった。指揮者のような安否の振り見てみたい、ありがとう優しい。残念、惜しかったか。卒コン行きたいです、当てて。早口言葉言ってる時って頭回ってないよね、何も考えてないもん。コウジさんありがとう、もしくは待ってるように見せたよ。なんでだよ、あんなにもツイートしてたのに。続きましてパニーさんありがとう、こんちり。おー、なんか言えるイメージだよねこれ。なんかももちゃんがさ簡単に 毎回言ってるからさ、なんか言えないってイメージずっとなかったし、もももももももが好き。でももう文面で見たら、あ、そう、あ、ちょっと待って、やりたいこれ。ごめん、身内乗りでごめんなさい。胃が痛い、絶対当たるって。それは当たんなかったらもう運営バチバチのボコボコにしていいと思います。で、声持ち込んでありがとう。 Today very nice, thank you。 で、3回連続もういっぱい言ったら分かんなくなるね。としやさんありがとう。言えたよね。
ミノルありがとう。ミノルありがとう。かぼちゃん、ラジコ入っててよかった。よかった。足が頑張ったよ。ちょっとだけもう多かった。マジか。タニーさんありがとう。でもももちゃんからごまかすことが大事って学んだのね。24時間後に。そうね、地域によって違う。山口違うね。足しびれた。ちょっと曲げとったらかゆう。あ、ラスト？ラスト？ももちゃん？ロンブランさんありがとう。ガンチリー。はい。お、得意なやつありがとう。かわいい。難しいよ、難しいよ。うんうん、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。で、私が一番得意な早口言葉これじゃないんですよ、実は。実はちょっと後で披露しますね。めっちゃ得意な早口言葉あるんですけどね。うん、そう、バナナが好きなんですよ。だからアサイボールにバナナ入ってるからアサイボール好きなだけで、多分アサイボールにバナナ入れる風習なかったら好きじゃないもん。チョコクレープとか絶対バナナにするもん。チョコバナナ、チョコブラウニーとかでバナナ入ってないチョコのブラウニーのケーキ入ってるやつあるじゃん、あれ。いや絶対バナナにしよう。バナナこんなに好きっていうさ、あんまり言う人いないけどさ、多分結構人類で結構割とお猿さんと並んで好きかもしれない。一生食べれるし、なんかさ、嫌いにならなくない？バナナって。知らんけど、バナナやつある。いける。はい、もちろんです。アートですって書かれてる。どうですか？いいよ、成功。もう、スモモモのやつアウトって書かれてた。ほぼ言えてた感じだけど、もう多い感じが良かった。優しい。これは優しいですね。ありがとうございます。優しい判定。おお、なんでなんで、優しくないですよ。これはセーフって書かれてる。だよね、だよね、だよね。やはやはさんありがとう。得意あるのあるの初耳。いや、あるんですよ、一個。一個、これだけ絶対言えるっていうのがあって。ね、やります。嬉しい。さ、優しい。ボルボイ佐竹さん、マジ優しい。イェーイ。ラスト決まったね。ありがとうございます。誰だっけ、最後送ってくれたん。ありがとう。血圧高めの人効果あるバナナ。あ、そうなの？なんかむくみが取れるでめっちゃ好きですね、私バナナ。シールプレゼントできた方ありがとう。私もシールゲットしました。あ、挟んでなかった。後で店に行きます。ミスターさんおめでとう。マジでアンピーラスト企画買いすぎてよかった。ありがとう。ももちゃんのキャンフレーズは安否に言ってもらってよかったね。ちょっと忖度持って。でももちゃん宛てに書いてる人いる。ウケる。早い早い早い。ピエーン。お願いします。11月5日夜の時間ぐらいに私の水曜公演が行われます。ぜひ皆さん広島で待っているので来てください。次はファンクラブ、いつからだろう。
肌のために睡眠しっかりとりたいんですけど寝れないんですよ。どうしたらいいですか。特製プレゼントお楽しみにしてる。ありがとう、なおたまさん。ありがとう、たかけいさん。お疲れ、ありがとう、ありがとうございます。対抗のステージにできるよう頑張ります。そう、もっと楽しそうに。ピエーン、ピエー、ピエピエン。ももちゃん優しい、嬉しい、好き。チャッピーさんありがとう。明日か日曜日ラッピング世界でいい。嬉しい、ありがとう、プレゼント嬉しい、ありがとうございます。大事にしますね。温かいアサイボールってあるのかな、なんか気持ち悪くなりそう。知らんけどイメージね。48グループは卒業公演で最後だからね。人によるんじゃないですか、これは。知らんけど。あ、こっちの、あの、ハッシュタグチリパね。ハッシュタグチリパ今見てます。コメント読んでます。パパ、早口言葉やってくれるかな？パパね、チリパ絶対聞いてるんですよ。なんかね、ラジオが好きで、私のチリパ聞いてるんですよ。そう、アンピバイバイ、ありがとう、バイバイ。川端アンナと西山ももかでした。これ最後やばくないですか。これ最後終わった時に私らしい終わり方ってボルボイさんが言ってくれて、ももちゃんもあアンペらしいみたいな、なんか点点点って書かれてて、私なんかありがとうございましたって言って終わるんかなってなったけど、そうなんかわーいって言っちゃって、わーいって言っちゃったからあーしびれないと、私がわーいって言っちゃって、反射的にわーいって言っちゃって、そう、ちょっと空気作りミスった空気作りミスりましたね。そう、チリパ聞いてくださいありがとうございました。今からちょっとスマホの方に、画質のいい方に変えます。画質は変わらんのかけど、多分そっちの方が綺麗に見えると思うんで。飲み会終わりお疲れだね。金曜日か、そっか、受注グッズゲットしてくれたのありがとう。12月に届くので楽しみにしてて。12月の私何したのかな、レポートに追われてない人生だといいのにね。スイパー聞いた、ありがとう。早口言葉楽しかった、優しいね。こうやって優しい人がいっぱいいるって嬉しい。ちょっと今から今日の話します。切り替わりましたか。なんかタブレットの方が漏れてる気がして嫌な気持ちそんなことある。じゃあリップがちょっと取れちゃって薄いんですよね。これかな。ただいま、これかな。リップちょっともう塗るのもあれって、今日のアンナちゃん女の子って感じ。ありがとうございます。あと30分しかないんですけれども、そうですね、イヤリングはこれさプレゼントでいただいたんですけど、こう花のやつで可愛いですよね。お気に入りです、可愛い。そう、音声良くなってよかったです。私今日お友達とめっちゃ前、ちょめっちゃ前じゃないけど福岡行く約束をしてた 子がいたんですよ。で行く予定を立てたんですけど、ちょっと予定スケジュールがお仕事が入ってしまって行けなかったんです。その埋め合わせではないですけど、また遊べるってなってタイミングがあって今日遊んできました。福岡に行ってきました。福岡でプライベートで楽しむのは初めてで、そう、何でもあるから結構ノープランで行ったんですけど、博多の明太重食べました。有名なところ、ちょっと並んでたけど、もう話してたらすぐだった。マジでめっちゃ気合うんです。でその後明太重食べながら話してて、で私一回もうちょっと注意されたんで
意外にだよ。1時間できるもん。1時間できる。明太子美味しかった。またメールで送る。占い行ったんです。で占いがそうなんかじゃあ雰囲気作りがあって、友達と話してたんですけど、なんかあのね、めっちゃレベルの高いいいっていうのがあるらしいの。いや分かんないけどね、もう分かんないけど、そうそれがあるからラッキーな人だよって言われて、マジでラッキー人間って言われました。ラッキー人間、そうやったーって言われました。やったーって可愛いですよね。あんまり信じない方がいい。そうね、そういう人、そういう人もいると思うから、別にその信じたくない人は信じなければいいし、私から占いの話を聞きたくなければ聞かなきゃいいし、信じてない人はあそうなんだっていう視点で聞けばいいし、そういう世界もあるんだって聞けばいいと思う。選択肢はそちらにあると思う。20分の占いだったんでしょ。日本人だけかな、こんなに占い好きなの。悪いんですか。いろんな文化があっていいと思います。そう、まあでも女の子占い好きだから、やったーって棒で返したんじゃなくてないよ。そうで、なんかその人は才能とかを見出してくれる方で、なんか才能もあるし、なんとかなんとかだからって言われて、私って才能はどういう才能があるんですかって聞いたら、でも自分も当たる、あ話変わるけど、当たるか当たんないかは自分も聞きながら考えてるし、信じられる信じられないは自分で判断してて、今まで言った中でも、あこれは違うかもっていうところは、そう、まあ、でも自分がお金払ったから、まあ、聞いただけで、ここは違うなっていうのは自分で判断してるから、なんかなんだろう、客商売だからとか言われても、占い言ってる、言ってない、なんか頻繁にめっちゃ言ったのか知らないけど、言われたくないです。そんな現実見るんだったらもう違う現実見た方がいいよ。そう、こういうの自由ってことで。え、そうなんよ、本当に当たる人に悪いこと言われたら、そうマジで、そうマジでそう、そう、それはそう、それ怖いよね、占いの怖いところ、気にするから。でも今回はなんかでも気をつけた方がいいところとかはめっちゃ言われた。でファンの人には言わない方がいいなと思って。わかんないけど、でもうーんって思った。めっちゃ当たって待ってると思った。で私の才能がどこ書いたっけ、そう、私の才能があるみたいな、才能あるから、そう別にいいって言われて、で私の才能って何ですかって聞いたら、甘え上手だねって言われて、なんか努力家で頑張り屋さんで、計画性も立てられるし、頭もいいし、目標を作ったらそのために頑張れる、努力できて、なんか頑張れる人、なんかそういうのがあるらしくて、だからこう、これをしたいあれをしたいが全部叶えられる人、叶えようと思えば全て叶えられる、そんな才能を持ってますって言われて、えみたいな、何その才能と思って、やばくない、嬉しくない、いいこと言っとけばいいと思ってるのかもしれないけど、でも言われたことは嬉しくないですか。でも自分はラッキーガールっていうのはすごい自分でも思うことはあるし、私結構願い叶えられるタイプなんですよ。っていうのも STU 受かったのも本当にそうだし、あんまり自分なんかこれができなかった、なんかこれを目指しててできなかったってことあんまなくて、実は恥ずかしいから言えないけど、本当にだからこそ悪いことあったらめっちゃ落ち込むんですけど、本当に叶えられなかったのは
神戸のやつぐらい、神戸のショールビビぐらい、それ以外はもうマジでオーディションものに落ちたことがないなくてないないんです実は。そう、願ったことは外さない結構タイプだなと思ってたんです、ラッキーガールで。しかもそうで、なんかそれを言われて、なんか自分もそういうところあるなって思ってた、自分の直感的にこれいけるとかそういうのを結構信じるタイプで、そういうのが当たるなっていうタイプだったから、牧場作ったらやばい、牧場作って成功するのもいい、中東行って正義が当たりますようにって願って掘ってきてくださいそういうのは無理かもしれない。そういうおしまいの人いるよね。そうなんですかね。そうらしいですって言われました。でそれがすごく嬉しくて、で他にも結構言われたことはあるんですけど、なんか20分で結構いろいろ聞けて、その最初はもう仕事のことを聞いて、でその後恋愛も聞きましたこれからどうなんですかって、でなんかすごい夜だから言える、夜だから言えるのは変ですけど、深夜テンションではないですけど、アイドル、なんかそう今まで芸能活動してきてこれからどうなんですかみたいな聞いたんですよ私が。それはアイドルとしてのあれですか、なんか今まではアイドルとしていないって言ってるだけですかって聞かれてでどういうことと思って、友達がそれは建前として言ってるのって言われてってことじゃないって言われて占いの人にそう聞かれました。建前じゃないです本当ですって言ってそれ聞きました。でもあんま良くなさそうでしたそんな良かったら心配ないですって言われるだろうけど、バンちゃんありがとう、テンションさんありがとう。今なんか願ってることだから、まず目標を作ろうと思います。まあ大学卒業するのが一番の目標、でも卒業したいとかじゃなくて絶対するからって言った、その自分絶対卒業したいから、なんかしたいとかじゃなくてするべきマストだから、なんか今したいっていうのは変だけど、よくなさそうで、むしろ私はなんでやねんなんでやねん、テンションさんありがとう。そう言われました、全部メモったんですよ、全部じゃないけど覚えてるやつ。結婚までに学びの多い恋愛をするってそう言われました。そう旦那さんいい人らしいんですよ君、え君ですか、あなたですか。そうでもね、会う人悪い人とかそういうわけじゃないけどみたいな言われた、そう言われました、で来年海外に行きたくなるみたいな、で今もうもはやちょっと海外行きたくなってるじゃん、来年もっと爆発するんだと思って、で私何も言ってなかったのに海外に行きたくなりますよって言われて、来年みたいな、最近めっちゃ思ってますみたいなって言って、で行くかどうか分かんないけど外国語の勉強とかいいですねって言われて、多分韓国語だったら来年1年頑張れば習得できるって言われて、頭いいからって言われて、頑張ればねって言われた、だから私の努力次第だろうけど、努力次第ではそういう韓国語とかも勉強ちゃんとすればできるらしい。ツボ宝石売るタイプはやばすぎる。いや韓国語頑張りたいとかそういうわけじゃなくて、なんかこう提案として、そう頭いいからって言われて、頭いいらしい私、えへ、でも数字が強いって言われました、数字強くて、でも私数学結構得意だなタイプだった、式さえ思い出せれば、公式の式さえ思い出せればすぐ解けます私、やばいやばいすぐ解けますとか言っちゃった、解けないくせに、やばいやばいやばい、ちょっとやめて、今のカットして、調子乗った、アンペ頭いいよ、ふざけんな。そうでもその人にめっちゃ頭いいよってなんか何回か言われたどえーと思って、どこがやろうって思って、
で人気の星もあるみたいな。でも私にとって悪い人っていうのは存在するらしくて、このアイドル活動やってる中でもそのなんかそう頑張ったねって言われましたでもそれを対処する方法はなくて無視するしかないからって言われました。今まではその芸能活動やってそう直接で関わり合うこととかなかっただろうけど、これから仕事をする上でそういうことがあると思うので、まあ、仕事選び仕事の会社選びは気をつけた方がいいって言われました。本当にそれが心配だって言われました。この大きい会社も頑張ろうって思えば入れるタイプなんですって言われて何それと思いながら、そう入れるタイプ頑張ろうって思えば入れるタイプだし、そう本当にここ入ろうとか強く思えばそう才能があるから叶えられるタイプなんですけど、でも会社の本質とか裏側をちゃんと見て OB 訪問 OG 訪問はマストみたいな、絶対そこは絶対必要で、別にその大きい会社も入れるけどその自分が努力すれば入ろうって思えば目指したらいけるんだけど、でもなんかそれだけじゃなくてみたいなって言われました。ちゃんと会社の中身でって言われました。っていうのを見たら別に小さい会社でもの方がむしろいいかもしれないって言われました。で独自の考えもあるからそれが活かせるしとか言われました。怒られるかもしれないけど普通のことしか言ってないような、そう感じるならそう感じたらいいんじゃないですか。でも私はそういうこと言われたことないし、大学でなんか就活のことを言われたりとかも何もしないし、誰にも就活についてこれが向いてるあれそれが無理とか言われないので、はい。でもこれは一個この私の悪いというかこういう人がいるみたいな、悪い人、私の悪い人、私悪い人が存在するらしくて、その悪い人の対処法としての話なので、話の中の全部が言ってないので伝わらないと思うんですけど、アイドル時代もいたらしいでもなんか話聞いてるとああ悩んだなって思いました。うん、まあでもなんか今これ言ったら雰囲気悪くなるからやめよう。なんか批判的な、悪い人って相性とかじゃなくて、なんかネット下しん ネットじゃない、嫉妬ん嫉妬妬み逆になってたとかじゃない人がいるみたいな。女の子からも嫉妬はされるタイプではあるけどちけど男性からはまた違う悪いあれがある。悪意持って近づくとかじゃないです、アンチとかではないんですよ、アンチとかではないけど、なんだろう、 なんかね、その占い師の方も言い方が難しいって言ってて、私もでもニュアンスで受け取ったんであれなんですけど、でもすごい分かった、うんってなった、うん、なんかどうしようもない、その私が悪いんじゃなくて、えこれでも涙出るかと思ったもんお疲れさん、お疲れさん、ありがとう。かぼちゃ最近リポストありがとうございます、嬉しい、ツイッターありがとう、見てるよ。私に不利益が出るとかじゃない、私がこ私の心がどうなるかぐらい利用するとかじゃないです、ストーカー系とかでもなくて、なんかなんて言ったらいいんだろう、辛い思い出ではないんですけど、そうあーって思って、それを無視すればいい、うんうんうん、けどなんか私は私が変えたってどうしようもできないみたいな、あっちの問題、
あっちが本当にその対応が悪いみたいな言ってました。遊ばれるとかじゃないですね、もうあっちの問題、あっちの性格なんか分からんけど、いやなんかこの人とかそういうのじゃなくて、そう、そういう人が存在するってことだと思う。私がそういう星で生まれたんだと思う分かんない、ちょっとそれは分かんないし何とも言えないけど、ニュアンスで受け取って、そう、でもそういう人生なんだなっていうの、いじめとかじゃない、そう、なんかなんだろう、なんだろうな、そういうのじゃないみたいな、なんて言ったらいいんだろう、ニコニコして近づいて裏では陰口とか、そんなんじゃない、なんだろう、なんだろうな、なんかなんかすごい下に見てるとかじゃないけど、友達占い聞いてめっちゃ共感した、友達めっちゃ当たってた、下に見られててなんだっけなみたいな、そのそれをなんかうまくいったりしても、それを全部なんかこうなんて言ったらいいんだろう、なんかニュアンスで、ああ悩んだなっていうことだった。でもそれはあなたが悪いんじゃないから、あなたはもううるせえと思って無視するのが一番、関わらないのが一番だし、そういう人は多分存在するから、これから、今までは直接会わなかっただろうけど、嫌がらせじゃないと思う、ネチネチなんかな、わかんない年齢も身長も対応したみたいな、おもろい、いいね、マジでそれなんか合わないじゃないいける、なんか相性とかじゃなくてね、何なんだろうね、だから私はこうやって今もかからないように、今もなんかコメント読んだりしちゃったけど、かからないようにしようと思いました。でも私そうね、そうだねとか言って言っちゃうからかな、そう、嫉妬じゃないって言われた、嫉妬じゃない、嫉妬とかの方がまだあれだけどみたいな、男性からの嫉妬はそのよ、なんかあのなんて、独占欲で嫉妬になるけど、そういうのじゃないって言われた、そう、なんだ、なんて言ったらいいの、なんか分かる、分かるって感じ、なんかねニュアンス難しい、こういう人って断定はできないけど、そうで私の今後の将来の話をしました。あ、そういえばアンピこういうこと言ってたよってね、思い出して頑張ってるかなって思ってください。ひさきさんありがとう。独立心があるって言われた、あと友達は恋愛のこと聞いてたんですよ、でも聞いててもうんみたいな、あ、うん友達合ってるみたいなとか、いや友達マジでやばかった、全然いいこと言われた恋愛はその今後もあるし、けどあなたはこういうのが好きって言われ、こういうことになりやすいみたいなの言われてて、やばなんかやばかったですね、やばい、みたいなちょっと友達だから笑えるけど、あんまり気まずい友達と言ったらちょっと気まずくなってあ、なんかね、なんだっけ、万人受けするみたいな、なんかアンナは万人受けする何かを作れる人って言われた、なんだっけな、忘れた、出たわ、何かするってなっても全部万人受けするから、すごいそれも当たりやすいし、服で例えるならなんか服で例えるならもなんかよう分からんかったけど、疲れさんありがとう、ひろきさんありがとう、いじめてくるタイプ、まあそうなんかな、でもそれ私いじめられたってなんか思ってないかな、なあどうでもね、違うんかな、え、友達は彼氏いないんでしょいないんですけど、でもなんか今後これに気をつけた方がいいみたいなって言われ、そう言われてて、それがえみたいな、そんなことあるみたいなミークありがとう、ケンありがとう、応援ありがとう、
そうで来年はお金が入りやすくて、でお金が入り たくさん入りますって言われて、えっと思って、何の仕事仕事とか しないじゃん多分来年だから、そんなガチガチにだけえっと思って、宝くじですかって聞いたら、うん、宝くじもそうだけど、宝くじもいいと思うけど、家族で株とかやったらポンって当たったりとかするって言われて、えっ、でもその次の年がめっちゃ悪いらしくて、一番気になるのはその会社のそのそういうところさっき話したやつと、もう一つがあのね、そうもう一つが2025年、再来年、再来年が金運が気になる、上がり下がりすごいみたいな、だからマジで2025年の金運がもう気になる、怖いって言われたからちょっと私も怖くて、だから2024年は貯めたいなって思って、就活の時期、あそう就活の時期で、就活の時期で受けてそのまま呼ばれて行って、良くなかった悪かったみたいな、そういうなんかあれもあるらしいで、そう競馬行く前に占い行こうかな、やばいおもろい占い行く時のお金ぐらいになったらね、プラマイゼロだね。確かに円安ね、今ね高いですよね。2025年かけて貯金できるように頑張ります。そうめちゃそう、それを読みました。でも何かとラッキーガールだから大丈夫だよ。で誰か助けてくれる、助けてくれる人は全然いるし、別にめっちゃ心配することはないって言われた。そうね、自分で切り開くつもりで頑張りますね。2分後に誕生日ます。リラックマさんありがとう。アンペのミラー明るいといいんですけど、でもマジでその会社のことはめっちゃ言われた。マジでちゃんとなんかって言われた貯金しときます。ちょっと検討ですね。何が何が、明るいミラー待ってる、優しい、ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。イヤリングかわいい、プレゼントいただきました。かわいいね、ラッキーガール感確かある、ありがとう。俺も貯金したい、心配しなくて、あありがとうございます。社長なれる、頑張りますねなれないよそういう感じではなかったよ。私安否になら投資します。あありがとうございます。クラファンしたら、あありがとう。海外に行くクラファンしようかな嘘です、冗談です。10歳竹松さん、12アスパーさん、10位ミサラさん、10位あっちゃさん、9位しおりんさん、8位かずのりさん、7位よしこっこく、6位なおともさん、5位みーくん、4位ふくたらさん、3位みのるん、2位おつかれ、1位たかけんさん、ありがとうございます。配信見てくださりありがとうございました。来年は川本先生、およろしくね。ではありがとうございました、ご清聴。ゆめたらさんお疲れ、ありがとう。私の楽しかったよっていう話なので、お気になさらず。そうえもう友達とずっと喋ってた、ガチで楽しい。あ映像めっちゃ一番話しかった、楽しかった話聞かせたかった。マジその友達、私のようなタイプが彼氏がいいらしいそうもうマジで私の男版がいたらその人がいっちゃいいって言われてた。でえ私ってなった、なんかそのなんか見てこういう表みたいな、この子だよみたいな、隣のあなたみたいな子だよって言われた嬉しい、友達と相性いいみたいです、ありがとうございます。そう友達と相性がいいらしい、だからめっちゃ話し合うんでしょ。私みたいな男の子どこにいるんかな誰だろう、私みたいなって私何なんだろう、よう分からんけど、マオさんありがとう。 See you。 そう友達とね、友達と相性いいんですよ。皆さんと相性いいかちょっとまだ分かんないです嘘です、こんな仲いいもんね、うちら仲いいもんね。